はい、皆さんこんにちは、モンです。今回はですね、こちらです。ダダーン。はい、こちらね。はい、こちらのシルホットミルのシルビアの方をね、今回1台だけなんですけど紹介したいと思います。このシルビアですね、4月下旬に発売されたブルーバードシリーズで、の5台の中のうち1台で発売されていた車種なんですけど、その際ね、パッケージデザインが2つあったんですよ。1個は普通の、 あのブルーバードのパッケージだったんですけど、もう1個はね、このパッケージだったんですね。で、実は私、発売日にですね、買えなくて運悪く、で、ちょっとショック受けてたんですけど、後日、なんと再販されることが決定しまして、で、まあ、多分今月、こちら再販されます。このシルビアだけね。ね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ1台だけなんでね、車種はもうシルビアだけど、フォーミュラードリフトのパッケージです。では開封していきたいと思います。ドドン！すごくね？普通に出来がめちゃくちゃいいと思うんですよ、クオリティも。これ今まで出てきたシルビアの中でかなり好きな方なんですよ。結構ズームしてね、細部見ていきたいと思います。まずカラーリングがね、この迷彩っていうのを、迷彩柄の赤とブルー、ブルーのね、ツートンカラーになってまして、で、これね、フォーミュラードリフトって、斜め字があって、これ、ホットウィールズ68番 FD って書いてありますね。でね、まあ、前方の方が赤いホイール、で、後方の方がブルーのホイールになってますね。この、フォーミュラードリフトの下にホットホイールってロゴが、カタカナでね、書かれてます。はい。FD は多分フォーミュラードリフトのね、頭文字を取ったやつだと思います。で、シルビアと日産のロゴと、あと、鍵穴ね、ナンバープレート。それから、テールライトもね、で、ホットウィールではね、めちゃくちゃ珍しいと思うんですけど、鉢巻きも再現されてるんです。珍しくね、ホットウィールに鉢巻きはすごい珍しいね。でね、ボンネットがカーボン柄になってて、で、FD68 っていうロゴがあります。で、このヘッドライトの印刷がまた細かくていいですね。ストリートチューナーズより結構リアルな担保になってます。はい。すんごいいいんだけど。リアウィングは、樹脂パーツで別パーツになってます。内装はもう、ちょっとあんま見にくいですね。はい、こんな感じでした。はい、ということでね、今回はホットウィールフォーミュラードリフトのね S15 を紹介しました。まあね、再販されるということでめちゃくちゃ嬉しかったね。もうぜひね、皆さんおすすめなんで買ってみてください。ご視聴ありがとうございました。